のの人物で定売の王で王あるカドモスの娘アガウエーとスパルトイのエキイオーンの子でオクラソスの父メノイケウスの祖父ペンテウスはカドモスから王位を継承したがディオニューソスを信じなかったために母アガウエーに殺されたこの物語はエウリピデースの悲劇バッコスの新女で有名であるペンテウスはスパルトイの性格を受け継いだ 粗暴な男で、神々に対して不敬であった。そのためテ売バイの預言者テイレシアースが有名になった時も、ペンテウスのみがテイレシアースを信じなかった。そこで、テイレシアースは、ペンテウスに預言し、新しい神がテ売バイにやってきた時、その神を信じないと八咲きにされて死ぬだろうと告げた。後にセメレーのコディオニューソスがテ売バイにやってきた時、 ペンテウスの母のアガウエイやその姉妹であるアウトノエイ、ーノーは、気が狂い、ディオニューソスの祭儀に加わって放浪し、北イローンさんに去った。カドモスやテンエレシアースはディオニューソスを侵攻するよう、進めたが、ペンテウスはディオニューソスを捕らえさせ、家畜小屋に閉じ込めた。しかしペンテウスは、 幻によって、お牛をディオニューソスと思い込んで縛ろうとしたり、ディオニューソスが攻めれの墓前に火を灯すと王宮が燃えていると錯覚し、火を消そうと奔走したりした。さらにディオニューソスがいなくなっていることに気がつくと剣を持って探し、中庭に幻を発見して何度も切りつけた。このためディオニューソスが祈ると地震が起こり、王宮は跡形もなく崩れ去った。 またペンテウスはディオニューソスの神女たちの乱暴を聞き討伐しようとした。するとディオニューソスはペンテウスに神女たちの様子を見たくないかと尋ねた。ペンテウスはディオニューソスの祭りをアプロディーテーの不死だらな祭りだと思い込んでいたので見てみたくなった。そこでペンテウスはディオニューソスの助言に従って助走をし期待ローンに赴いた。 この時ペンテウスはディオニューソスの魔力によって気が狂い、太陽や邸媒の城壁が二つに見え、ディオニューソスがお牛の姿に見えた。北イローンにやってくると、ペンテウスはディオニューソスに助けられて、木の上に登り、女たちの様子を覗き見た。するとディオニューソスは姿を消し、女たちをペンテウスに消しかけた。女たちがペンテウスが登っている木を引き抜き、 ペンテウスは落下した。そして真っ先にアガウエがペンテウスに飛びかかり、他の女たちと共に、ペンテウスを八つ咲きにして殺した。コリントスの伝承によると、コリントス人は、デルポイの信託によって、ペンテウスの登った木を発見し、ディオニューソスのご神体とするよう告げられたため、木を探し出し、その木からアルテミスとディオニューソスの心臓を作って、崇拝したという。 ありがとうございます。